今回は筑豊ラーメン山小屋の YS フード株式会社の事例を取り上げます。まず現状認識タイムでは、あなたの会社のサービスはどうやって生まれましたか。誕生秘話を知っていればシェアしましょう。筑豊ラーメン山小屋や筑豊ラーメンバサラカなどを全国に128店舗展開し、さらにはタイやマレーシア、中国、インドネシア、フィリピンなどでも合計24店舗を展開している YS フード株式会社。創業者の尾形正俊会長は、もともとはトラックの運転手で、ラーメン自体は全くの素人だったといいます。そんなゼロの状況からいかにしてお店を立ち上げ、株式上場まで果たしていったのでしょうか。もともとラーメンが好きだったからですね、小さい時からそのラーメン、近くに美味しいラーメン屋さんがあったんですよ、はい、でそういうのをずっと小さい時からそこのラーメン食べてるとですね、まあ全国のラーメン屋さんというか、こう美味しいという有名店に行って食べても自分の口に少し合わないというのがあったんですよね、うん、自分が住んでたところのそこのラーメンがやっぱり